どうも皆さん、こんにちは。中本です。よろしくお願いします。はい、ということで2月3日節分ですね。どうですか皆さん、恵方巻きは食べましたか？豆は巻きましたかね？どうですかね、節分楽しみましたかね？僕思うんですけど、豆巻くときに鬼は外、福は内とか言いながら豆巻いてるじゃないですか。その時思ったんですけど、鬼は外ってやってるけど、僕鬼に何かされたかなと思ったんですよ。そしたら何もされてないわけなんですよね。てかそもそも鬼って架空のものだから別に何かされるとかないんですよね。だから別に悪いことしないんですよね。だからなんか豆をぶつけるべきじゃないと思ったんですよね。で、鬼より悪いことしてるの誰だろうって考えたんですよね。そしたらいました。それは人間です。はい、人間の方がね、悪いことをしてますよ。もっとね、こう、鬼よりね、豆をぶつけるべき人間たちがいるわけですよ。ということで、本日のね、動画はこちらでございます。はい。はい。こちらです。今すぐにでも豆を投げつけたい人たちということでね、鬼より悪いことしてる人間をね、紹介していきたいと思います。豆をぶつけるべき人間を紹介していきたいと思いますので、本日はよろしくお願いします。はい、それでは豆を投げつけたい人たち、一人目はこちらでございます。飼い猫を使った配信で小銭稼ぎしてるやつってことでね、これは最悪ですね。TikTok に溢れてますね。飼い猫を使って配信して自分は映らないですよ。自分は映らなくて、もう猫だけ使ってこうギフトとかガンガン投げてもらってありがとうございますみたいな声だけね、その飼い主の声で帰ってるみたいな、あいつらね、本当に小銭稼いでますからね。しかもそういう人たちに限ってね、その飼い猫とかね、家族です、私の大事な家族ですみたいなこと言うんですよね。じゃあ家族を映すなよ。その猫にも権利あるから、じゃあ家族だと思ってるならそのあるからね、権利とかあるから、でも自分映れよって話ですよね。配信に自分映らない猫だけ使ってね、なんか小銭稼ぎしてるんですよね。だからそういう人たちって多分言うんですよね。なんかそのもらったギフトでチュールとかその餌買ってますみたいな、そんなことね、多分高めのランチ食ってます。絶対に高めのランチ食ってます。もうこれはもう断言できますね。餌代にね、確か当ててるかもしれないけど、絶対余ったやつで高めのランチ行ってますよ、絶対にね。だからね、 TikTok さんお願いします。なんかそのね、おっぱいとかそのセクシーなやつとか、まあ僕とかも結構 TikTok の切り抜きとかで結構暴言とかちょっと汚いこと言ってますけど、それでねバンとかね、ちょっと停止になりますけど、この人たちをね、停止してくださいよ。それでは豆を投げつけたい人たち、2人目はこちらでございます。居酒屋で同じやつっていうやつ、これはうざいですね。なんかお酒とか飲んでジョッキが開いて、なんか店員さんが通ったら、なんでこれ同じやつみたいな、お前が飲んでるの知らねえ、お前が飲んでる知らねえ、いろんなお客さん対応してんだよ、お前が飲んでたといちいち覚えてねえ、お前がレモンサワーとかビールとかハイボール飲んでたといちいち覚えてねえよって話ですよね。まあ、僕居酒屋店とかしたことないんですけど、やっぱりなんか普通に見てるだけでも腹立つんですよね。なんかもう小汚いサラリーマンがやるんですよ、それは同じやつみたいな感じで、もう店員さんもね、もうつまんないことやっていいですよ。もうこいつらもつまんないんだから、もうつまんないことやってください。これ同じやつって言われたら、あ、かしこまりましたっつってね、空いたジョッキもらうでしょ。で、同じやつってことはもう同じやつ持ってきていいんですよ。空いたジョッキもうつまんないことやってください。もうはい、同じやつ持ってきましたみたいな、空いてるジョッキをドーンで、でもそれでね、怒ったらね、お前が同じやつって言うからだろってね、もう反撃してください。もうそれぐらい言う権利あります。だからもうこいつらにも豆ぶん投げてください。多分豆あるでしょ、居酒屋だから冷蔵庫の中開けたら豆あるでしょ。多分もう何、そのもう大量の枝豆剥いてもとりあえずちょっとね、でもそのまま枝豆パチンっていってもね、多分痛くないんで、一旦枝豆にいろんなもう小麦粉といろんなつけて一回揚げましょう。一回フライヤーで枝豆揚げまして、あちあちの状態でその小汚いサラリーマンに枝豆ぶつけましょう。豆を投げつけたい人たち、3人目はこちらでございます。私こんな一面もありますみたいな動画を自分で編集して自分で投稿する可愛い女性ということで、これは腹立ちますよね。豆投げつけたいですよね。まあ硬い豆がいいですね。落花生とか3つほど一気にパーンって投げつけたいですね。画面パーンってね、投げつけたいですよね。もう嫌ですよね。結構見ませんか、これ SNS とか、まあ TikTok でとかでよく見ませんか、音楽に乗せてさ、可愛いなんか感じの動画でちょっとお茶目な一面みたいな、なんかあの音楽ですよ。タラッタ、メイクもヘアセットも全部あなたのためって、なんかしながらなんかちょっとさ、なんかちょっとおちゃらけてるみたいなさ、なんかその自分で編集して自分投稿してるみたいな、スレンダー可愛いんですよ。普通にしたら可愛いんですけど、私こんな一面もあります、どうですかみたいな、全然つまんないんですよね。このあんま人のことつまんないって言いたくないんですけど、でも誰もが見て誰もがつまんないと思うんですよ。これは僕だけじゃない、僕だけ置いていかないで、本当に皆さんも思ってること言ってるだけなんで、これはもう皆さんが豆投げつけたい人たちを紹介してるだけなんで、これムカつくんですよね。なんかしかも結局さ、なんかこのなんか飲んでたりとかしてさ、こうやってなんか変顔、うんうんうんってこうなんかビール飲んでさ、ペーみたいな、
とかやった後、こう変顔とかした後に結局、みたいな、結局可愛い顔で落とすんですよ。だからどっちなのって、面白いと思われたいのか、可愛いと思われたいのか、こうどっちなんですかみたいな、はっきりしてくださいみたいな感じで、マジで落花生、さっき3つって言いましたけど、5つほど一気でパーンって投げつけたいんですもん。でも、こういうね、なんかその、私こんな一面もありますみたいな動画を自分で編集して、自分で投稿する可愛い女性はね、今彼氏がいるんですよね。彼氏がいるんですよ。ハーフ顔のスレンダーなつまんない彼氏がいるんですよね。はい、それでは豆を投げつけたい人たち、4人目はこちらでございます。映画の中の世界なのに、普通こうなったらこうするでしょうとか言うやつ、これもムカつきますよね。もう一生見るなんて話ですよね。これムカつくんですよね。いちいち作品なんだから、フィクションなんだから、こういちいち言うなんて、こういうこと言う人って、結局今スシローとか話題になってるじゃないですか。スシローが炎上してさ、そのリプランでさ、もう一生スシロー行きませんとか言うんですよ。絶対こういうやつが言ってるんですよ。ああいうリプランで。本当にムカつくんですよね。もう本当にこんなんね、こんなん言うならもう投げつけたいですね。何の豆がいいですかね。ポップコーンのパーンって白くなる前に、カッチカチのままのポップコーン、種のまま、顔面に。それでは豆を投げつけたい人たち、5人目はこちらでございます。バスで座席を2つ使うやつということで、これもムカつきますよね。もう何回ムカつけばいいんだ今日はっていう、何回架空のその人物に豆を投げつけなきゃいけないんだっていう話ですけど、これもムカつくんですよね。これいませんか、本当に。なんか自分がドーンと座って、荷物かリュックとかなんかそのまあトートバッグかわかんないけど、バッグドーンみたいな2つ使うで結構混んでるのに、2つドーンと使ってる、くっミッソ野郎いますよね。これムカつきますよ。投げつけたいですよね、豆。投げつけたいですよね、本当にさ。もうこれもムカつくんですけど、これもムカつくんですけれども、言ったら、まあ、もう絶対に、もう見た感じ、80代、90代ぐらいのおじいちゃん、おばあちゃんが、言ったら前の方が結構言ったらご老人とかが座るとこなのに、そこじゃなくて、もう後ろの方にドカーって座るみたいな。いや、あなたたちはこっちに座ってよって、そこ奪わないでよっていう、なんかね、その車椅子のマー君のこと、僕たちがね、若者座りづらいんだから、あなたたちがそこ座って僕たちが後ろに行けば一番いいんじゃないですかみたいな、そういうのもムカつくんですよね、本当にね。でね、そのバスで座席を2つ使ってた人、ちょっとこんな感じの顔でしたね。ね、なんかこう覗いたらこんな感じで、こう大体なんかその人もそうだったんですけど、大体譲らない人って、こう譲らないっていうか、2つ使う人って大体このなんか髪の毛がワシャ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 って、なんかこのワシャワシャってなってるんですよね。でこの人の顔を見た時に、そりゃ座席2つ使うわって思いましたね。はい、ということでね、たくさん豆をぶつけてきましたけれどもね、本当に架空の人物でもね、その豆ぶつけすぎてちょっと肘痛めましたよ。ちょっと肘痛くなりましたもん。それぐらい豆ぶつけてきましたけれどもね、今日はね、どうでしたか皆さん。私も僕も一緒に豆をぶつけたいなって思った人いますかね。どうですかね。一緒にぶつけてもらえたら嬉しいんですけどね。ここにね、出なかった人たちもね、こんな人たちもいますよっていうのはね、よかったらコメント欄とかでね、教えてくださいね。なんかね、僕も私もこんな人にムカついてます、こんな人に豆をぶつけたいですっていうのをね、コメント欄で紹介してくれたら僕は嬉しいでございますね。最初にね、紹介したその猫をね、その飼い猫を使って、その配信で小銭稼ぎしてるっていうのをね、紹介しましたけれどもね、で、動画とかですよ。動画とかいいんですけど、この配信で、そのギフトとかもらってるのがちょっとなっていう、しかもその家族とか言ってるなら、ちょっとそういうのはどうなんだろうって、ちょっと僕は思うだけなんでね。うん、そんなになんか、そんなね、その、まあ、ちょっとね、こうやって思うだけなんでね。気にしないでください。明日。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。